さん、こんばんは。こんばんは。あの、前回ラーメン食べに行った覚えてます？ああ、もちろん。はい。どうでした？ラーメン2軒行ったんですけど。まあ、2軒が限界、まあ、2軒目もちょっと腹的には怪しかったけど、胃袋的にはね。で、今日はあんまお腹空いてないですよね。まあ、食ったんでね。食ったんで。というわけで、はい。まあ、1軒だけ。ああ、はい。どっか行こうかなって思うんですけど。はい。土曜のこの時間って、結構ラーメン屋さん混むと思うんですよ。そうっすよね。なんで、まあ、土曜のこの時間でも、うん、空いてそうなところに行こうかなと。おお。金公園。はい、金公園。これなんか町中華みたいなお店でラーメンも出してる店なんですけど。はい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 。ここ多分いつでも空いてるイメージなんで。じゃあ金公園、うん、行きますか。いや全然行きましょう、行きましょう。はい、豪商の町松坂ぶらり町歩き。これがダイヤ。あれ、めっちゃ吸い取るやん。割と吸い取るな。どうした。土曜の夜にラーメン食わんのか。金曜なんかな。金曜なんすかね。大変や。かしこじまの時か、なんかすっげえ軽い気持ちで、うん、これ面白そうですねっつった言った。ぶん殴りたいんやけど。自分に払う。自分に払う。お前、お前っつって。金公園行ったことあるっすか？金公園ないっすね。前を通った時に、なんかすげえ店や。ちゃ。ごへいがあった、ごへいがあった。やろ。まあちょっと、なんか味のあるような。ああ。ね。でこんだけ言っとってうまかった時どうするよ。これはラーメン食べたことないですわ、金公園に。え、行ったことあるんですか？行ったことはなんか唐揚げ定食みたいなやつは食べたことあるけど。ああ、そうなんですね、うん、もしかしたら今日撮った写真でのコラが、はい、あの店どこですか、今度行きたいですみたいな展開もあるかもしれない。めちゃくちゃおしゃれなね、喫茶店とかあげてる中、あの金公園見て、え、めっちゃ行きたいですってなるか。おい、いや、そういう女の方がいいか、逆に。そうなのか、ここか。見えてきたな。ラーメン380円このご時世、この物価高のご時世、ラーメン380円って。意外と駐車場止まっとる。止まってますね。矢沢と一緒じゃん。うん、結構かこの上の塗装来とるな。パキパキやんだって、もうなんかいろいろと。でもこういうもんかもな、美味しい店って。なんかまあまあ美味しかったら別にいいんですけどね。味にこだわっとるから、この外観汚かろうが気にしやんって伝えるかもしれんし、とりあえず行ってみますか。行こうか。はいはい。あ、でもすごいな、すごい、結構リーズナブル、めっちゃリーズナブルですよ。定食醤油ラーメンだけ破格なの。まあ380円とは言わんくて、すごい480円提供してる、破格やん。これどれでいく？ええー、めちゃうまそうや、これ。これでしょうか。台湾まずそばラーメンセット。台湾ラーメンにしますね、僕は。台湾ラーメン、台湾ラーメン。すいません、はい、台湾ラーメン一つと、はい、あとラーメンセットの、はい、台湾まずそば、はい、以上ですか。以上で。メニュー見た感じ、結構やっぱなんていうかボリュームたっぷり系ですね。で、結構見覚えのある中華みたいな、うん、こういうとこのセットはだいたいラーメンに米つけがちっす。日本人はでもね、ラーメンに米好きっすよね。あ、そうやな。ジジサラリーマンかな。次回行きたいところとかあるラーメン。そうっすね、ラーメンか。行ったことないのは、うん、あの四つ葉の近くの千と川って、 あそこね、すげえなんか Google マップ、 Google で見る限りめちゃくちゃおしゃれっていうか綺麗なんですよ。そうなんですよ。だからお昼しかやってない。そうやな、美味しそうなところ多いよな。そうなんですよ、意外とね。食べログで行くとやっぱピノキオが1位だね。ああ、ここ多分撮影できないな。ここは無理っすね、こだわりが強いんで。死後現金やもんな。死後現金っす。で2位が
カモン。で3位北湯。おお。で4位がこの前ってかつぶし太郎。あ、マジですか。うん、で5位千。ああ、すごいな。で6位これ7位。で7位四つ葉。8位カイカヤ。おお。で9位がこの前ってバンビ。バンビそんな低い。うん。な9位か。で10位が矢沢。へえ。ボリュームエグない。やば。あでさ、はい、メニューの画像よりでかない。いやそんなことある？でかいな。すごいな。すごいな。絶対でかいよね。でかい。二つぐらいしか持ってない。うん、そんなことある？こっち卵も乗ってないし。うまい。ゆで卵も乗ってる。なんかすごい裏切り方っすね。なあ普通逆やでな、大体。うん、ありがとうございます。うん、普通にうまそうっすよ。行っていいっすか。じゃあお願いします。まずじゃあスープからね。うん、あっさりしたお味。意外とあっさりしてる。なんかピリ辛の醤油ラーメンみたいなイメージですね。じゃあ麺の方。うん、うまい。ひき肉の旨味が麺にして染み込んでてね、これはうまいっす。ちょっと唐辛子乗ってますけど、そんな辛くないっすね。多分食べ進めたらちょっと辛くなってくるのかなっていうイメージですけど、これは可もなく不可もなくザ中華麺っす。バンビよりうまい。バンビのあれうまそうでしたね。めっちゃうまい。めっちゃうまそうでしたね、あれね。まあそういうことっすわ。うん、レタス新しいな。新しいっすね。まずそばレタス。まずそばレタスな。なんかね、こういうの見れば見るほど写真と全然違う。チャーシューの形から。それはまあいい意味でやと思うんですけど。家で食う冷やし中華以上ラーメン屋未満みたいな。なるほど。そんな感じで、はい、いいですか。いいですか。あ、そうや、お支払い。あ、そうです、そうです。じゃあもうせっかくなんで行っときますか。行っとくっすか。はい、行きましょうか。はい、じゃんけんぽん。おーっと、取り返した。この前の、まあ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 、全然全然。じゃあごちそうさまです。よし、これでいきます。どうでした健康園。あー、まあ安かったっすね。安すぎるな。安すぎるっす。2人で2000円かんだっすね。ボリュームあってね、安いっていうのは結構刺さる人は刺さるで、で味は中の芸とか中の中くらいかな。ラーメンの中の芸って決して悪くないよ。そうです、そうです。それが食いたい時もあるもん、ね、そうですよ。だからまあね、安くて満足できるいいじゃないですか。うん、まあそういうお店でした。残り37件ごめんなさい、ちょっと言いにくいですか。ラーメン37軒あって、で三重の駅もほら。いや行くけど、やるけどね、もちろんね。まあね、やっていきましょうか。やっていきましょう、順番にね。はい、ということでお疲れ様でした。